はい、今週のイベント、ウルク王の叙事詩。なスーパーレアギルガメッシュのイベントなのかな。でもどうやらまたオーブは手に入れられないみたいなんで、オーブガチャで手に入れなきゃいけないのか。5個集めるのはきついと思うんだけどな。まあ俺はギルガメッシュは持ってないし、まあ正直いなくてもいいかなって思うんで、とりあえず上級をクリアすれば中級もクリアできるということで上級に行こう。メンバーはね、結構これ育ててる途中の中途半端なやつらばっかりだね。今回は騎士と魔法使い限定パーティーなんで、まあちょっとね、剣士とか僧侶とか使えないんだけども、まあそれなりに育った魔法使いがいれば騎士すらいらない時もあるんだけどね。まあ誰も騎士持ってこなかった時のために一人ぐらいは入れといた方がいいんじゃないかな。まあ行ってみよう。よろしく。まあできれば魔法使い2人でスタートしたいところだね。一番クリスタルに近いのはこの辺なんで、まずはこの辺から。とりあえずこっちを倒せばそれなりにマナも手に入って、こっちの方にね、お、来てくれた、助かる助かる。抜かれてる抜かれてる抜かれてる、間に合ってない、全然良くない。ぶち込もう。まあ一発食らったら魔法使いが多いんで範囲攻撃で一気に止めれるからね。てか抜かれてたか。基本はクリスタルに一番近いところ、もしくは一番早く出てくるところから崩していく。これだってね、まず一発ぶち込んどいてから帰りゃいいんだよね。安全地帯から撃つだけだとね、危ない。当然のごとくこれも上から来てるから、もうここで止めとこうか、早め早めに。で一発ぶちかましとこう。まあ大丈夫だな。でっかいやつも来てるけど、まあまあ大丈夫だろう。あんまりね、2つの画面を同時にしたくないんだよね。こういう回避ができなかったりするから。やばいやばい、回避回避、リアリン回避と思ったら倒したからいいか。基本は一番近いところから、まあ大丈夫だと思う。何してんの？役目を果たそう。ああそういうこと。役目を果たそう。間に合ってないぞ、帰ってくるの。真なる闇の力よ。バス、ああ範囲届かねえな。止
この辺に一発ぶち込んどくか。まあね、コストもあるし全然大丈夫だろ。ボスが来るまでに雑魚を片付けておかないと危ないからね。よし、ボス来た。まあ大丈夫だな。あとはボスだけ頑張って倒そうと。楽しませてね。よっと。魔法使いたちの攻撃力を上げよう。よし、まあそんなに言うほど難しくないかな。マリエルあたりがいると緊急回避にはいいかな。でもできればベアあたり連れてきて全体魔法をかましてる方が楽って言ったら楽だね。はい、まあ一発食らっちゃったけど問題なくクリア。まあ最近は一番上が上級なんでそこまで難しくはないね。ずっと引き打ちしててもいいかなって。ふう、まあ今回はかなり周りもレベルが低めの人たちが揃ってたけど、まあ無事クリアできたんでよかったよかった。俺もこれね、強化途中のメンバーだし。って言ってもね、最近はねレアドロップのキャラもハピネスドロップのキャラもいないからあんまりね回す意味がないんだよね。じゃあちょっと強化に行こうか。はい、進化合成。今回進化するのはこの間の降臨で出てきたイヤーソン。行くよ進化。このね SSR の盾がなかったんだよね。進化。どんな難題だって解決してみせるよ。こいつ敵として来た時は鬼だね。ほんと回復がきつすぎるんだよ。とりあえず1回目の進化。次の進化に必要なのが、うん、ちゃんとあるな。じゃあレベルマックスにしてとっとと進化させちゃおうかって。他に進化できるのが、僧侶のアリシアさん。まだ SR だから特性2は出ないね。そして、うん、進化玉もあるな。早めにねちゃんと進化させないとね間違えて玉打っちゃうんだよね。このメアリーリードの玉もね間違えて打っちゃったんだよな。こいつとこキャロルの玉間違えて打っちゃったからね最終進化させられないんだよ。マキナーもねプラス1だからさすがに育てる気にならないし。あとはヘレンかな。進化。あ、なんかロードを投げなって思ってタッチしたら進化の絵が見れなかった。特殊が1個追加されてるね。攻撃範囲内にいる戦士の攻撃力を上げる。やっぱヘレンはあれだね、戦士と合わせて使わないといけないキャラなんだね。よっと、はい、というわけで、今進化させれるキャラは全部させてしまったっていうことでね。まあそういうわけでウルク王の叙事詩
はい、無事クリアということで、ね、今回はこれで終了しようと思います。それじゃあまた次のイベントでお会いしましょう。